はい、皆さん、こんにちは。シェフ夏樹です。今日も、長倉シェフ、アシェット八ヶ岳 TV をご覧いただきまして、本当にありがとうございます。今日はですね、はい、妻の実家、青原の景色の中を散歩しております。ここら辺はね、三千院さんの周りは、いろんなお寺さんが集まっておりまして、なかなかね、これも確かね、後ろの少林院さんも、JR のポスターになったことがあるところなんですけど、今はもう、朝なので人はいません。という感じなので、はい、歩きながらですね、はい、出てしまったお腹を引っ込ませるために、シェフ夏樹、頑張って散歩をしております。いや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 、でもね、やっぱこういう景色の中をね、散歩できるのはとてもとても、幸せなことで、まあ日本人に生まれてよかったかなと思うわけですね。まあね、お寺で育ったわけではないですけど、やっぱりこういう景色、苔むすね、この岩壁とか、石垣とか、そういったもの、こういう景色にね、まあ、なんかやっぱり、心動かせるのは年を取ったせいなのか、やっぱり日本人の DNA のせいなのか、わかりませんけど、いいですね。正直いいですね。はい。八ヶ岳のような自然の中も、楽しいですけれど、こういったちょっとね、整備されたもの、ね、ここら辺ね、見てください。ここね、すっごいね、綺麗じゃないですか。お寺の皆さんとかはね、ちゃんと掃除してるんですよ。あ、なるほどね、と。なるほどね、と。はい、ここ天皇陵ですね。はい。はい、後鳥羽天皇、順徳天皇の大原陵。はい。皇族がこの山で眠っております。うん。天皇が天皇ってのはすごいですよね。うん。みたいな感じでですね。はぁ、やっぱり、人間がいることで、この美しさを保てるというのは、これはこれでまたポジティブな面かなと思います。自然を生かしつつね、我々の美意識を使うのを伸ばしつつ、そういったのも素敵だと思います。もう初めて一緒に違った、時々しちゃいますね。映らないように映らないようにね、うん、ね、このように多分このね、このような、なんつうの、玉砂利っちゅうのかな、なんか砂利のね、このカサカサと踏みしめることもいいですしね。はい。こちらはだんだんね、お店が今、開店準備中でございますが、いろいろ皆さん頑張っております。こんな風に、いろんなね、やっぱり田舎ってそれぞれ個性があるところが面白いと思いませんか。うん。ね、どっちがいいか悪いかではなくて、それぞれがね、楽しかったりする。で、また全然ね、違う景色をね、見えるのが楽しいかなと思います。これで三千院さんですね。はい。もう正月の門松、準備されてますよ。ほら、どうぞ、ぜひ、あいつ飛び出した。お、準備始まってますね。うん、稼ぎ時ですからね。でも、ここ稼げるのかな、みたいな。今年はどうなんでしょうか。わあ、こんな苔むすね、石垣とかすっごい綺麗ですよ。うん、こんな感じ。ゆーっとね。この格好で歩くの結構きついな。うん。こんな風に誰もいないところをね、歩けるのも、近くに、住んでるというか、泊まってるから、近くに住まうところがあるからですね。この道は、実は思い出がありましてですね、妻と案内されて、初めてこのね、大原の実家、まだ友人の頃から、ちょろっと来たことが一回あったんですけど、まだ駆け出しシェフだった僕が野菜をね、生きてる姿を学んだと、実は大原が最初でございまして、今でもね、笑い話で妻に呆れられるんですけど、キュウリってこんな風になってるんだ。ナスってこんな感じなのって言った時にですね、あんた本当にシェフなのと思ったそうです。はい。それはもう逸話としてね、よく言われるんですけど、やっぱり昨日もですね、超有名シェフの方にとお話をちょっとだけさせてもらったんですけど、はい。我々はね、箱に入った野菜ばっかり見てるんで、生きてる野菜見てないんですよね。だから、それは当然であると。君みたいなのは普通だよと言われました。だから、そこの店ではね、鳥羽を、はい、平飼いの鶏をね、捕まえに行って、その鶏舎まで行って、でそこから羽をむしっていただくということもしてて、うん、捕まえるのも大変だって、そういうふうにね、
若いね、お父さんは思ってびっくりしてると。そういう話を聞いて、うん、わかるわかると思いました。はい。やっぱりその生きてる前提っていうか、もう生えてるもの、育てたこともあるかとか、そういったものをね、我々は随分、離れてしまっているので、わからないこと多いよね、と。すごく思います。昨日ね、すごいいい話を聞きましたね。これはね、これを撮ろうかなと思って、話してるんですけど。そのね、もう今では著名になったシェフでございますけど、お役所さんのとこ行って、いい野菜を、探して、歩いてる時に、あるね、古い、まあ、おじいちゃんですね。おじいちゃん農家さんに言われたそうです。君たちはいつもいいものばっかり取って料理してるけど、それで美味しいものできるのは当たり前じゃないかと。しかし我々はね、土を作るところは毎日土を作って、種をまいて、いいものもあれば良くないものもでき、そういった中で、暮らしてるけど、君たちはいいものだけを持っていく。この残ったものはどうするんだと。行き過ぎたものや、それが未熟なもの、そういったものを生かしてこそ料理人なんじゃないかって言われたそうです。思ったもと、思われた。そこからですね、やっぱりやり方を変えていったって言いますけど、この話はね、もう来年ね、70になるような有名シェフではいらっしゃいますけど、和光度ね、まあ僕は若いとは言えませんが、はい、後進のものとしてね、この話は聞いといてよかったなと思いますし、自分自身も実はそういうのが好きなので、はい。だってフランス料理ってね、煮崩したりするからね、形を問わない料理って結構そんなに難しくないので、やっぱり、自分がなんとなく思ってやってきたこと、もちろん B 品の方が安いっていうですね、現実的な問題もあるんですけど、現実的な事実もね、それでもいろんなものを全部愛してみたいな、あと出会いを愛してみたいなと思って、田舎でやってきたことをなんかね、背中をね、襲われたような気がして、とても嬉しい話でした。いいものだけ作るのも、それもまた当然ではありますけど、選別するのはね、でも全部命なんでね、その命を生かしていく、出会いを楽しむというのも、それはそれでシェフとしていいんだなってことを教えていただきました。本当にね、昨日の素晴らしい時間をいただいたなと思っております。こうやってまだ静かなね、この綺麗なところで、動画を撮れるのも嬉しいし、動画撮ったり料理したり、はい、物を買いたり、そして、父として子供と遊んだり、夫として、妻をね、守ったり、慈しんだり、そういった時間を過ごしている、自分に嬉しく思います。はい、昨日のね、シェフとの会談の会食の、思い出話でございました。これはもう防備録で、はい、シェフの好き忘れないように、はい、ということで、はい、昨日の記憶が鮮明なうちに話しておこうと思いました。はい、全てを生かしていくシェフになりたいなと、この手すりのせいに、新たに決意を誓うシェフ夏木でございます。さて、それではまた次の動画でお会いしましょう。今日は、この静かな京都三千院の参道ですね。こちらの景色をボナペディ。あ、チャンネル登録、高評価、低評価、コメント、何でもお待ちしております。それではまた、明日。